はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作虚空遍歴その第23回 2-6 続きから、ヤグを囲んで一層の屏風が立て回してあり、屏風の外の暗くした暗頓の光は天井にぼんやりにじんでいるだけで、二人の顔はごくおぼろにしか見えなかった。寝る前にお経の焚いた香が座敷いっぱいにかなり強く香っていた。蒸れるようなヤグの中で隙もなく肌を合わせているのに、昼夜に感じられるのはその香の香りだけで、お経の体は少しも匂わなかった。溶いた髪がわずかに香油の匂いを放つだけで、肌の匂いと思われるものは感じられないのである。6つか7つくらいの時から好きであった。その言葉は初めて聞くようではなかった。ずっと昔から分かっていたことがお経の口を通してはっきり形をとったというふうに彼には思えた。一つのヤグの中に抱き合っていて、お経くらいの年頃の体が匂わないはずはない。それが匂わないのはお経の大衆が自分にはもう慣れきっているためかもしれない。自分たちはすでにずっと以前から気持ちだけではなく体まで一つになっていたのだ。あなたが今さら向きになる方がおかしい。まさにそうかもしれない。二人はとっくに結ばれていたのだ。男はこういうことに疎いが、お経は女だから本能的にそれを感じていたのだろう。あの時何の反抗もせずこっちのするままになったのは、そうなることが極めて自然だったからに相違ない、と昼夜は思った。集まるものはすべて集まってくる。彼は目をつむり、お経の背をなでながら心の中でそうつぶやいた。細い枝皮が一つずつ次々と集まって、次第に大きな流れになろうとしている。俺が新しい浄瑠璃を作ろうと思い立った時、まるでそれを待っていたかのように、俺の仕事を盛り立てるような条件が次々と起こった。知恵太夫は兄弟子というだけであまり親しい付き合いはなかったにもかかわらず、長い間彼のことを案じてい、この辺りでけじめをつけろと激しい言葉でぶつかってきた。世間体にこだわった義理などに引かされていると中途半端なことしかできない。自分のものを誰も真似てのないところまで仕上げてみろ。そうすれば世間も人も図を下げてくる。重太夫の言い方には真実がこもっていた。これまであまり口を聞いたこともない相手だけに、まして他町の稽古所での教えぶりまで見ていたということを打ち明けられたのだから、誰に言われるよりも強く真実だということが感じられた。芸の得だな。幸運だとは思いたくない。これは芸というものの得だ。岩井半四郎と早くから付き合っていたこと、荒井泊まり亭住吉町、この岡本はもとより伊佐太夫の富蔵までが、逆の意味ではこっちの役に立っている。そうしてこのお経だ。昼夜は体中に強い自信とじっとしていられないような力感の湧き上がるのを感じた。俺はやるぞ。彼はお経を締め付けた。俺はやるぞお経。お経はうなずいた。彼女の体は言いようもないほど柔らかで温かく、抱きしめると淡雪のように溶けてしまうかと思えた。今は震えも収まり、両すねの間に挟んでいる彼女の細い足先がいつかしら熱くほてってき、その滑らかなふくらはぎの筋肉が細かく波打つように時を切って引きつるのが感じられた。落ち着いたようだな、と彼はささやいた。もう怖くはないだろう。お経はまたかすかにうなずいた。汗をかいてるじゃないか。彼はお経の胸へ手を差し入れた。そんなに潜っているからだ。顔を出した方がいいよ。
お京はかぶりを振り、やっぱり怖いわ、と言った。朝になったら親父に言うよ。昼夜はお京のしごきを解こうとした。いいね。お京ははっきりとうなずき、自分でしごきを解いた。昼夜が次に手をやると、その下のものをも解き、両手で彼の寝巻きの襟をつかんで震え出した。襟をつかんだ両の拳はあまり力を入れているため、離そうとしてもすぐには指が開かないくらいであった。溶けそうに柔らかだった体が、今は筋肉だけのように固く引き締まり、音を立てるほどの震えが全身に広まった。どうしたらいいの？下のこわばった不自然な声でお京は訴えた。怖いわ。私どうすればいいの？黙って落ち着くんだ。昼夜は優しさを込めてささやいた。歯を食いしばっちゃいけない。口を開いて体を楽にするんだ。彼は動作を進めながら、自分の欲望が少しもみだらなものでなく、むしろ何かの儀式のようなすがすがしさと、誇張して言えば厳粛ささえも感じられた。昼夜はその瞬間、自分たちが七色の栄光に包まれるのを見るように思った。独白。今日は起きた時から頭痛がする。体の具合も良くないから、あれになるのかもしれない。6月におっかさんが亡くなって以来、どうやら気の張りもなくなったと見え、体の調子がすっかり狂ってしまい、旦那との間も鬱陶しくなるばかりである。母が死んだ後、松の家は久吉姉さんに譲った。姉さんの本名はお初といい、5年も続いた蔵前の旦那があった。私はお金なんぞちっとも欲しくはなかったが、母の35日が過ぎると決まりは決まりだからと言って、姉さんからかなり多額な金を渡された。いろいろな証文を見せられ、その幾枚かに母印を押したりしたけれど、どういう証文なのか見る気にもなれなかったし、すぐにみんな忘れてしまった。お金だって欲しくないから、そのまま姉さんに預け、必要なことができたらもらいますと言った。蔵前の旦那という人は欲のない子だと笑い、それでは自分が預かっておいて利稼ぎをしてやろうと言ったが、私には利稼ぎという意味もわからず、またそれについての関心もなかった。欲がないというのではない。私だって稽古にも出たし、人の囲い物にもなったりするのだから、お金が粗末にならないくらいのことは知っているけれども、小さい時から母の日常を見てきて、大切なのは物でもお金でもないということを教えられたのである。生まれついた性分か、それとも何か悟ることでもあったのか、母は決して物やお金に執着したことがなかった。それだけのことをしてくれる人がいたからと言われればそれまでだが、たとえその日に困るほど貧しくとも、母はやっぱり同じようだったろうと私は思うのである。形のあるものは頼みにはならない。母はよくそう言っていた。金でも物でも使えば減るかなくなってしまう。形のあるものはいつか必ずなくなってしまうのだ。大切なのは減りもせずなくなすこともできないものだ。人によってそれぞれ違うけれど、見つけようとすれば誰にでも一つだけはそういうものがあるはずだ。この通りではないけれど、およそこういう意味のことを私は幾度か母から聞いていたし、そういう母の気持ちもおぼろげではあるが理解することができた。私にとってそれが何であるかはまだはっきり分かってはいないけれど、今度の旦那にはちょっと困った。前の人はあの方だけの興味で他のことはさっぱりしていたが、竹島さんは体ばかりでなく私の心まで縛りつけようとする。山本周五郎作虚空遍歴
その第23回、2の6の後の独白、途中まで、2021年3月3日。